外大の鳥取の話もちょっと少ししたいんですけども、はいはい、2009年から2013年の現役引退まで、えー、いたということですよね間違いないですね、はいはい、で現在は GM ということで、はい、カロさんが行った時に行く前どういったイメージかってちょっとお聞きしていいですかその話が来てもちろん外大鳥取ってチームは全然知らなかったんですよはい、はい、でも僕は高校が島根行ってたんですよあ湘南高校 山陰なんで鳥取はその時に遠征で行ったことあったんでなんていうのイメージはもう分かってたんです田舎の街でこういう感じでみたいなでも一回見に行ったんですよ見に来てくれって言われてそしたらちゃんとサッカー専用スタジアムがあってゼビエールなのにすごいなと思ってその雰囲気がすごく良くてでも行ってから大変やったみたいな絶対ありますよねだから最初ね案内してくれたんですよグラウンドここでやってると芝生です無いきなとこで。 こんなところでやってんですかとか言って J2、うん、よりやばくないですかとか言ってんんへえ<ー>とかなってでここであの着替えてもおちゃんとすげ備全部設備付いてるんですねみたいなはい,はい、はい、でパッていざ練習になるじゃないですか全然違うところでやるんですよ <laughs> ええええもうね <laughs> えどういうことですみたいなねグ <laughs> <え>ランドででそこ本当ただ河川敷ですよ普通ので一応ちょっと芝生のボンボーンになってるようなとこあってでもういっぱいあの犬の糞とか散歩に来るとこ落ちてるの <laughs> どこでサッカーやるんですけど、うん、丸見えでする そこに犬の散歩来るんですから散歩してますもんねでシャワーもないんでえっマーもないんでで荷物置き場もないからあのトイレに置くんですよええでっっう土みたいなグランドででこう水道あるじゃないですかよく公園にこうビューッて出るこうやってこうやってはははいいい。そこでみんなでううって言いながらウソでそこからね一時間ぐらいねあるんですよ家まででそれもう震えながらもう車乗って で温泉行って「おお!」みたいな青森山田高校より設備悪いいみたいな感じで <laughs> すでもこう浦レッズにいてすごいんです浦レッズ座布団ついてたりとか、はいうん、全く真逆で面白かったですあーなるほどそういうとこでやってたし昔そういうふうに高校とかも苦労して、はいろんなところで,で、ね、日大もサッカー部もやってたけど、うん、僕荷物持ちで見張り番とかだったんでいろ、うんまあ、んなそういうとこから、まあ、プロになれてでまた戻ったみたいなちょっと。 それはまた面白かったです逆に。まあでもねやっぱ選手とかはやっぱり怒りましてね。あ<ー>めちゃくちゃ。え岡野さんが選選手に怒ったっ、はい。はい。どうこと。まそういう役でもあったんで。はい。やっぱりプロって一つのミスが命取りなんですよ。うん,うん、うん、だけどやっぱりジェイウェル選手ってミスっても笑ってんですよ。ああ<ー>。悪いとか。ああなるほど。オッケーオッケーとか。だから全然オッケーじゃねえよ。 そのの一つでお前やらられたらみんんなの人生かかってんだよと、うん、だからお前の,そのバックパス取られて入れられるのが絶対ありえねえっ,ってガイナーレ鳥取に行った時ですけどなんかテレビで見て僕岡野さんがガイナーレ鳥取に行ったっていうのがちょっとニュースになってたんですよ、はい、注目されてた時あったじゃないですかで自分で選択してるっていうシーン<あ><あ>やってましたあのシーンテレビで見てて、はいはい、で 密着されてて柔軟剤じゃなくて洗剤洗剤は多めに入れるんですっていうあれ見てまよく見てますね覚えてるでしょよく見てます自分で洗濯しなくちゃいけないんだよ柔軟剤ちょっと多めにねとかっていうこのシーンを僕はずっと覚えててあのシーン見ていまだに僕一人暮らしなんですけども家で洗濯するとき多めに洗剤入れるんですよ。岡野さんの 本当に、だから、あのー、今も、あのー、この豆みたいなタイプあれですかはい、はい、普通1個入れるところ、はい、僕3個入れるんですよ <laughs> <laughs> 岡野さんが多めに洗剤って言うからあれテレビでいやいやいやあれみんなに指摘されましたあんなに入れちゃダメでしょって<笑><笑>えそうだ <laughs> 嘘めっちゃだからめちゃくちゃ匂いきついんですよあの服 <laughs> 全部 <laughs> 僕の服入れすぎちゃダメな入れすぎなんかあれ <laughs> で、そっから G.M. になってくださいみたいな話が来るんですか。はいそうそうね、まあそれこそ東京帰ってまたねいろんな仕事しようとしてたらそのうちのその塚野っていうのがいるんですよ大王のがちょっと G.M. やってくれないって言うんですよ。へ<ー>無理じゃないですか絶対そんなの野人が <laughs> <laughs> だから株主総会も最初みんな反対になったんですよ。へ<ー>野人ができるはずねえだろうみたいな。で家帰ってね調べるわけですよ。はい、G.M. か。 なんかレッツンも昔いたなーってなるほどだから僕はこうやって事務所行ったら浜まき吸いながらちょっとコーヒー持ってきてくれるみたいな感じかと思ってたら全然違って、うん、なんか何でも屋さんみたいな、うん、魚売ったりプロレス出たり大、うん、まあそういうイベント出たり、まあ、公園行ったりとかして、うん、まあ外なで鳥取を宣伝するのと鳥取も皆さんに知ってもらうっていう。 多分、めちゃくちゃ向いてるというこうやってかっこつける人よりかはこういう方の方がと僕は思っちゃいますけどねもうとにかく年々やっぱり外レが目標はやっぱり昇格なんでそうですよね、うん、あとそれだけなんです、ね、ああ、いや頑張ってほしいなだから本当に頑張ってほしいなと選手にはこれ僕ねやっぱりね <laughs> ほんまにあの<俺> J リーグで三本の指に入るパフォーマンスの多ささ <laughs> あれねあれ僕ねあの本当にたまたまやったんですよあれあれですかあれねレッツの、はい、本当に選抜で初めて出てホーム戦でまあ僕入れて勝ったんですけど、うん、でなんかパフォーマンス考えてなくて、はい、入れたらごまずあれやっちゃって <laughs> で一回あれやったからずっとやんなきゃいけないんで。<laughs> <laughs> 確かに超だせんです。あれ、ね、でも、ね、おっぱあれ、ほんま、<laughs> ジョーさんとか、こう、爆中するんですよね。爆 <laughs> 中したりする、かっこいいぞ、<laughs> ジョーさん入れた時とか、そんなん、こん、こんなん,なん。これね、ストリートファイター2みたいなの。<laughs> それで、でも、だから、それが今、今生きてるわけです。イベントで絶対受けますもん。そうっすよね。いや、見たいもん。やっぱ、岡野さん、イベント行けたら、やっぱ、あれみたいか、これみたいかやもん。